はい試験延期に伴う学習強化講座管理会計論の第5回目講義を始めていきたいと思います担当はレクセン人工師井上です本日もよろしくお願いしますはい、えー、第5回目なんですけれども今回は定時外作業手当の会計処理について内容確認をしていきたいと思います ちょっと、ねまあ、論点がすごいバラバラではあるんですけれどもあの特にね質問の多いところなどからですね、まあ、ピックアップしてやっている形になりますので、まあ、今回はこの日目別計算の労務費会計からの、まあ、内容をねちょっとピックアップしてやっていこうと、まあ、そう考えています。でまあ定時外作業手当の会計処理は割とねあの本当に質問の多いところになりまして、まあ、苦手とされている受験生も一定数いるのかなというふうには思います。 ちょっと今一度ね、受験前にあのおさらいの方をしていきたいと思いますので、あの今回もぜひね、苦手意識持たれている方は、まあ、この動画をご覧になっていただいて、あの得意だと言えるようになってもらえればなと思いますね。はいで、ちょっとまあ簡単にまとめてありますけれども、定時外作業手当の会計処理の方法ですね、大きく分けてこの3つのパターンがありますと、まあ基本、何も指示がなければ、この1番のパターンになってくるんですけれども、 直接労務費および間接労務費の中に含ませて処理をしていくと、まあ、定時外作業手当っていうのはまあ通常下給金として支払い賃金に含まれるとまあ大丈夫ですかね支払い賃金っていうのは基本給プラス下給金で計算されるものになりますのでこの支払い賃金の中に定時外作業手当が含まれていって支払い賃金をベースに計算されるこの消費の賃率ですね消費賃率の中に 定時外作業手当が自動的に含まれることになります。で、この消費賃率の中に定時外作業手当をまず含むということをね。把握しておかないといけない。で、消費の賃率の中に定時外作業手当が含まれるということは。その消費賃率を用いて、直接労務費や間接労務費の計算が行われることになりますので。 まあ直接口の賃金の内訳であればその直接労務費間接労務費に分かれていくわけですけれどもその直接労務費や間接労務費の中に自動的に定時外作業手当っていうのが含まれることになると直接労務費にも間接労労務務費費ににもも間なりますよと。まあ、この基本賃率っていうのが存在していてそこに残業手当っていうのが乗っかってくるわけですよね。 でこの両者を合算して消費の賃率としていると。で、この消費賃率に直接作業時間を掛け算すれば直接労務費が計算されますし、まあ、間接作業時間や手待ち時間っていうところを掛け算すれば間接労務費が計算されると。まあ、この辺は大丈夫ですよね。このカッコ番のま計算処理のやり方っていうのは一番一般的なやり方になりますので、ここはまあ大丈夫かなと思うんです。 で問題はこのカッコ2番カッコ3番という直接労務費として定時外作業手当を処理する場合や間接労務費として処理していくこのカッコ2番カッコ3番っていうのは別立て処理を採用しているわけですけれども定時外作業手当っていうのを別立てで処理していくまあタイトル通りではあるんですけれども直接労務費として処理するとこれはどういう場合かっていうと。 まあ急な注文ですね突発的に注文っていうところが入ってきてその特定の製品製造のために従業員に残業してもらったケースですね。特定の製品製造のために従業員に残業してもらってそれに対する手当を払ったと、まあ、この場合っていうのは、まあ、明らかにその特定製品から残業手当が発生したっていうことが分かりますので特定の製品に残業手当の負担っていうのを強いていきましょうとこれが直接労務処理なんですね。 でこの直接労務費処理を採用するためには消費の賃率の中にいい作業手当を入れていてはでできないんですよ先ほど確認したとおり消費賃率の中に定時外作業手当を入れていると直接労務費の中に含まれるだけでなく間接労務費の中にも定時外作業手当が混入することになりますから消費賃率の中に含めることはできないんです。 だからこの括弧2番では消費賃率の中には定時外作業手当は含めずにあくまでも別立て処理をしていきましょうっていうことで別途定時外作業手当を計算してその金額を特定製品に負担させるっていうこういった処理が必要になってくるとこれが直接労務費処理なんですねで一方間接労務費処理 これはどういうケースにおいて妥当性のあるやり方なのかっていうと特定の製品に定時買い作業手当の発生原因が認められない場合です。もう慢性的に人手が不足していて工場で常に残業が生じていますとこの場合別にどの製品が原因で残業が出てるっていうわけでもないじゃないですかだから特定製品に残業手当を負担させるっていうのはこれおかしいので。 広く全ての製品に残業手当を負担させましょうねとだから間接労務費として処理して製造・間接費勘定に振り替えていって製造・間接費の配布計算を通じて全ての製品に負担させるというそういう計算処理をやってるんですね。で結構ねこの製造・間接費として配布されていくっていうこの観点が抜けてしまってる方多いんで注意してくださいね。 この間接労務費として処理するっていうのは賃金勘定から製造・間接費勘定の方に振り返られていってこれで終わりではなく。 製品の原価を計算するためには製造関節費の配布をしていかなければいけないわけですから製造関節費の配布額の中に定時買い作業手当っていうのを含ませる必要性があるわけですよこの製造関節費のここが配布額を示しているわけですけど、まあ、これが仕掛かり品勘定に振り返られていくわけですよね。完成品や 期末の仕掛かり品の原価を中に含まれていくわけですよで、製造間接費っていうのは予定配布が原則だったわけですから製造間接費の予定配布額の中に定時外作業手当を含ませるためにはどうすればいいかっていうとあらかじめ予算額の中に定時外作業手当を織り込んでいく必要性があるわけです。 製造・間節費の予算を見積もったときにあらかじめ定時外作業手当がどの程度発生するのかその見積もりを行っておいてその定時外作業手当を含んだ予算を使って予定の配布率っていうのを設定すれば予定の配布率の中に定時外作業手当が含まれているのでそれを使って製品の原価を計算していけば製造・間節費の配布計算を通じて 定時買い作業手当を広く全ての製品に負担させることができるんだとそこまでしっかりと押さえてくださいね。この予算の中に含ませていかなければいけないと。よろしいでしょうか。以上ねこの3つのパターンをうまく整理してください。 特にこの括弧3番がね一番ややこしいところなのかなと思いますので、まあ、ここに時間を割いえてねちょっと集中的に復習の方を進めていただければなと思いますでちょっと問題演習もやってみようかというところでこれまあレックの入門の問題集になるんですけれども、まあ、応用的な問題として定時外作業手当の会計処理っていうのをしていますでまあ見ていきましょう、まあ、資料1番ですね 予定賃率3点のための資料として基本賃金108万円、まあ、これ年間の予算額になりますけれども、まあ、基本賃金が108万定時外作業手当12万、まあ、年間の予定作業時間が1200時間ですよとで当月の出勤表の内訳としまして製品 A に対して50時間の作業を行っていると製品 B の製造に対して50時間分作業を行いましたよと。 で当月の実際の消費賃金ですねこの合計が10万2,000円で間接工の賃金の要支払い額は1万円であったと。で問いの1番これが定時外作業手当を消費賃率の計算に含めた上で直接労務費および間接労務費の計算の中で自動的に定時外作業手当を処理してしまいましょうっていうこの一番初めに見たこの括弧一番のまあ一番オーソドックスなやり方ですね。 この1番のの番番内容についいて問いの1番で問われていますで問いの一番はこの消費賃率の中に定時外作業手当を含ませるわけですからこの108万と12万の合計の120万円っていう金額を1200時間っていう予定の作業時間で割り算してあげれば1時間あたり予定賃率が1000円っていうふうに求まりますね。でこの予定賃率1000円を使って 製品 A と B に対する直接労務費を求めてあげれば1,000円 ×50 時間50時間ですから5万円ずつ直接労務費を負担するそういう計算となります。また、また、まり4番、製造・間接費これはまあ1万円の間接工の賃金の要支払額ですね、これが製造・間接費勘定に振り返られていきますので1万というこの数値を拾ってあげれば OK。 五番の賃率債はこの予定賃率を使って計算した二番三番の直接労務費の合計10万円を、まあ、この10万2,000円と比べることによって賃率債計算することができます。万万から10万千さっとい,いうところが賃率債と2,000円の振り債ですね。まあ、問いの一番はなんてことない計算なのかなと思います。 で難しいいののは問いの2番からですねこの問いの2番は先ほどレジュメで確認した括弧2番のやり方ですけど直接労務費としてこの定時外作業手当残業手当っていうのを消費賃率の賃率に含めないわけですから、まあ、こちら予定賃率としましては108万を1,200時間で割り算した 九百円っていうのが消費の賃率として設定されます。予定賃率、この丸の一番は九百円ですね。で二番三番、製品 A と B にかかる直接労務費ですけど、この製品 A は簡単で五十時間直接作業を行っているわけですから、九百円かける五十時間で四万五千円です。 問題は製品 B 製品 B についてはこの30時間の定時内における直接作業と20時間の定時外における直接作業っていうのが存在するんですよここがね質問の多いところだったりするんですけども製品 B については30時間の定時内に行われた作業時間と20時間分残業してもらった部分があるんですよ まあ合計は50時間で製品 A の50時間と一致しているんですけれどもでも20時間分についてはあくまで残業している部分ですから残業手当が払われているんですよ20時間分で残業手当についてはこれは40%の割増賃金が払われていくという話になりますんで1時間残業すれば900円に40%掛け算した360円の 手当てっていうのが払われていると、まあそう考えてください。で、ここの計算のポイントですけれども、まあ二通りやり方がありまして、この単価九百円の予定賃率に三十時間と二十時間っていうのを加えて。 とと。りあえず基本給を計算すると定時外作業手当を含んでいない基本給部分を計算する万ですねで。ここに手当を乗っけると20時間分の手当を乗っけてあげると。 こういうふうに計算をしていきましょうと。まあ残業手当ですね。この部分が。で、あるいはこういう計算でもオッケーです。 あるいは単価900円かけることの30時間プラス単価900円かけることの140%かける20時間ですね。 この計算では、この部分、一般的にまあ残業代と呼ばれるところを計算していると。残業代。私たちが普段ね日常会話で使うような残業代ですね。まあ、今月は10時間残業したと。この残業代がいくら入ってきたっていうね普段会話の中でも。 そういった、ねあのー、表現を使うことがあるかと思いますけれども、まあ、その残業代を計算してるんですよ。20時間分については手当も含んだ残業代従業業に払われる部分ですね残業手当と残業代っていうのはこれ言葉は似ていますけども、まあ、これ似て非なるものになりますからね手当はあくまで上乗せ部分ですから残業代っていうとその基本給の部分も含んでいますんでねそこをしっかりと整理してください。 でどっちで計算してもらっても製品 B の直接労務費は5万2200円と計算できますので、まあ、ご自身の理解のしやすい方をです、ね、採用してもらうといいのかなとは思います。でまた、丸四番製造・間接費これは問いの1番と変わらず1万円ですね。この間接工賃金の要支払額1万円っていうのが丸四番の製造・間接費としてカウントされる部分ですと。で丸5番賃率債 になりますけれども、まあ、賃率債に関しましてはこれは計算のやり方は問いの1番と一緒で2番と3番のこの直接労務費の合計ですね2番3番の直接労務費の合計求めてもらった時に4万5,000プラス5万2200で、まあ、合計9万7200ですね。でこの9万7200から10万2,000円の 実際の消費賃金ですねマイナスしてあげれば4800の不利債っていうのが求まります4800の不利債ですねよろしいでしょうか まあ以上がねこちら問いの2番の内容と。で次の問いの3番ですね。今度は先ほどのレジュメで確認した括弧3番の内容になりますけども定時外作業手当を今度は間接労務費として処理をしていきましょうと。でこの場合丸の1番予定の陳列は問いの2番と全く一緒でこの「 108万円を1200時間で割り算した1時間あたり900円っていうのが予定の陳率になります。で、製品 A にかかる直接労務費、ここについても全く一緒で、問いの2番と一緒で、900円 ×50 時間の 4, 4万5000円っていうのが2番の回答。ただ、今度3番は違うと。今度は20時間分の残業手当を製品 B は負担せずに済みますんで、 まあこの残業手当を負担しないわけですよ先ほど計算したこの部分ですね。製品 B の直接労務費はあくまでここだけだと。900円かけることの50時間で計算された4万5,000円っていうのがこれが製品 B の直接労務費であると、まあ、そう計算していくのが3番なんですね。で4番の製造間接費ここは問いの1番2番とは違ってですね 今度この残業手当を間接労務費として処理をするという話になりますんで900円× 4 0 ×との20時間で計算される7200 7200円円ですね円この7200円っていうのがこれが製造・間接費勘定に振り替えられていきますからこの1万円と7200の合計 一万七千二百っていうのが丸四番の回答ということになります。よろしいですか。提示外作業手当を間接労務費として製造間接費勘定に振り返ることによって。その分だけですね。製造間接費の発生額が問いの二番よりも大きくなるんだと。直接労務費の合計は小さくなってますけどね。 製造・間節費の合計は大きくなると。で陳立債これはどうなるかっていうと陳立債っていうのはこれは問いの2番でも問いの3番でも変わりはないんですよ。問いの2番だろうと問いの3番だろうと陳立債の金額は一緒です。なぜかというと結局ね定時外作業手当の振り替先が違うだけなんですよ。 問いの2番と問いの3番で違うのはこの手当てをねどこに振り返るかっていう違いでしかないんですよ。手当部分をどこに振り返るのか。まあ、問いの2番の場合ですと仕掛かり品感情に振り返っていくと。 で問いの3番だったら製造・間接費の方に振り替えられていくとただまあそれだけの違いなんですよ振り替先が違うだけ陳列債そのものは変わりはないんですよ 結局トータル100時間分を予定賃率使って計算していて20時間分の手当を計上しているわけですからそれは問いの2番だろうと問いの3番だろうと全く変わりはありませんので単なる手当の振り替先が違うだけですから賃率債の金額っていうのはこの定時外作業手当の会計処理直接労務費処理だろうと間接労務費処理だろうとその金額は変わらないんだというのが、まあ、この2番と3番の比較で押さえていただきたい内容なんですね。はい よろししいでしょうかまあこの問題通じてね定時外作,作業手当の会計処理をぜひマスターしてみてください。よろしいでしょうか。まあ,あの 担当の問題でもね出てくる可能性はもちろんあるんですけれども、まあ、特に論文のねその非目別計算からあの部門別計算個別原価計算へっていうふうに一連の総合問題として通ってくるようなケースにおいてここの非目別計算の部分でつまずいてしまうと下手をすると芋づる式に間違いが連鎖する可能性がありますんでね。 あのなるべくね、日目別計算については、細かいところまで詰めておく必要性がありますから、定時外作業手当の会計処理、まあ、これまで切っていた方もいるかもしれませんけれども、ぜひこの機会に内容の方を確認をしてみてください。はいまあ、それではね、これで第5回目の、えー、学習強化講座は以上となりますので、本日も皆さん、お疲れ様でした。